ご案内をいたします。東海道線上り方面では18時17分ぐらいに大崎駅から終わり1年間大雨のため運転見合わせとなっております。木曽川駅の行程が規制地に達したため大崎から終わり1年間は運転見合わせとなっております。そのため上り方面の列車はしばらくございません。上り方面刈谷岡崎方面の列車がしばらくございません。また名鉄線も雨で止まっておりますので追加輸送ができません。名鉄線も雨で止まっておりますので追加輸送ができません。大変ご迷惑をおかけいたします。